先生ええー、仲いい先生いたかな仲いい普通 <laughs> 朝からずっと仕事え、お疲れ。なんかリア友がめっちゃリゼロの LINE スタンプ送ってくる。リゼロのスタンプ私あれなら持ってるよ。ペテルギウスのだけのスタンプなら持ってる。お疲れ。 テロップに T シャツ、え、もういいや、もう。<laughs> もうね、いい、いいです、もう。確かに見えるもん。確かに体数儀に見える。6月、ルイスに会いに行けたら行くか、っつって。会いに行けたら行くんじゃないんだよ。来るんだよ。ところでお腹すいた。腹減り。明日もっと寒い。あ、そうなんだ。もう今週はね、なんかずっと雨って言ったしね。 しかもペテルギウスのスのタンプめっっちゃ送ってくる <laughs> しかもちょっとだけ微妙に雨降ってるんだよね今月でクールビーズ始まったからえー、クールビズもズクールビーズどころじゃないこの寒さなんかね暑くなったと思ったらまた寒くなってるからね体操着何体操着と思わせてんのそんな可愛い服持ってるなんてせっかくなんでオーディションで買おうえこれ買ったばかりなんだよね <laughs> ついこの間届いたんだよねそう ミルクフェドっていうブランド好きでさ、まあ、T シャツが全部かわいいの僕もお腹に磨きがかかったやばいね <laughs> えなんかだから3か月って結構じゃん長かったじゃんなんかみんなのビフォーアフターを見るの確認するの楽しみガチャピンいつ着るのガチャピン何の話 体重測ってショック受けないでね、ルイちえ、私、あの、痩せた自信しかないから。え、でも本当にあれなの。なんか、普通に体重公開して、多分みんなになんか、見せた方が頑張れる気がするから。そう、だから早くね、体重計欲しいんだけどね。ドンキに言ってるなんかこの間見、見に行った時にドンキに言ってなかったんだけど。おかげでルイちにとっていいお腹になってしまった。 最高じゃんぽよんぽよん最高じゃんまあ確かにこの3ヶ月で急激にさ痩せられてさなんかあれみたいなお腹の弾力ないなっていうのもやだなるいちおうちゅうまさきいらっしゃーいお疲れ知り合いの他の会社の運転手まるまる1ヶ月運休えー、やばいそれはやばいね いっぱい出たといいいう類類が好きいっぱい出た何か言ったっけ全然覚えてないやうん,うんブルマって人亡くなったからブルマ販売なくなりましたえガチの話私あの小学生12年生くらいまではブルマ入ってた最近来れてるねあボビーバラグも釈放されたんだあよかよかよかったのか いやなんかね、前々から暴力振ってたんでしょよくないね。映らさーい。<laughs> たまには俺のツイッターとかいいね。いいねあれなんだよね。あのー、類関連のツイートじゃないといいねできないんだよね。<laughs> おで釈放されたよつって <laughs>。ボビーいるんだけど。 最近、ルイスの画像可愛すぎて、即保存した。え、ありがとう。嬉しい。本当とまかせろり。お前、セロリ嫌いなんだよね。う <laughs> みちゃんいらっしゃい。6月からルイさんに会いたいに、い、い、行きたいだなんて言わないです。会いたいです。会いたいも行きたいも一緒じゃないの来てくださいね。たっとだいらっしゃい。みんなやってる今日寒いって。 いやさーいタピオカ俺も最近飲まなくなった飲まなくなったタピオカはんやってなくない今あでもウーバーエイツで持ってきてくれんのか何その髪型えこれはウルトラマンの母ヘアルイス前俺がしてたファッションメガネあるじゃんメガネあれだよね安いやつだとすぐ壊れちゃう ビフォーアフター怖くて見せられないやつって。楽しみにしてる。でもパパ別に変わってなさそう。レイさんの最近の流行りって何ですか最近の流行りえ食べ物なんだろう。え、最近食べ物はカレーライス。なんか、レトルトカレーが好き。なんだろう。う洋服だと T シャツにデニムのスカートを合わせるのが好き。11度なんだ。やば。 ちょっとこの後ね、配信終わった後ね <laughs>、あの、コンビニ行こうかなって、飲み物買いに行こうかなって思ってて。ちゃんと、パーカーホーロそうそう、5月未いまだに気温が安定してないから暑かったり寒かったり。ね、難しいよね、暑かったり寒かったりされるとさ。ルース休んでる間にちょっと顔変わったしね、っつって。休んだ、え顔変わったえバブバブが変わったってこと <laughs> たくみさんいらっしゃーい。自粛期間中に合法ロリ好きのロリコンになった。え、どうしたのなんで何の影響でなんかの影響でメンバーみんなお腹触りたがるから怖いっつって。そう、お腹の弾力で、あー、増えたなーとか減ったなーってわかるよみんな。6月からまた僕に餌くれますかっつって。え、あげるよ全然。あげるよあげる。ミルクフェドでいいんだっけそう、ミルクフェド。めっちゃ可愛いよ。 プラモは作らもんえ作れないと作れるかな私あんまり細かい作業好きじゃなくてなんか作れる気がしないんだよねあとプラモはちょっとあんちゃんの先輩特許だと思ってるのでルイはやらないかなテレビやヘッドホンえううん1、うん、人だから全然普通に音流してる パパ多分きっと表裏ないな見た目通り陰キャキオアなのでっつって表裏ドンキに体重計あるか調べたけどなさそうな感じあそうな調べてくれたのないんだねありそうなのにねタピオカ屋の多くがマスクを売ってるらしいへえそうなんだなんかあれなんだよねでっかいマスクなら全然あるんだけどだちっちゃいマスクが欲しいんだよね はるとくんこんばんは。ウルトラマンの母だよ。そう。今日はね、ウルトラマンの母の気分の。ファッションメガネ1万2000円。1万2000円が壊れるのはかなりやばいね。かなりショックだね。ウルトラマン母ヘアでも可愛いよね。レイがやると何でも可愛くなる <laughs>。ありがとう。う絶対それフィルターかかって、ルイちゃんフィルターかかってると思うけど。ありがとう。かわいい。ありがとう。王さん ゼ王さん,さんありがとうございます近くのお店タピオカまでやってるあそうなのやってるんだるいちゃん趣味は何ですかえ趣味えなんだろう昼寝 <laughs> 寝ること寝ること食べること買い物甘いものは好きなんだけどなんかいっぱい食べれない なんか二口三口で満足しちゃう。だから甘党ではない。次会う時はそこそこ痩せてると思う、ほんとにえー、でもなんかしんちゃん別にさ、なんかもう <laughs>、がっしりしてるから痩せ,痩せてもわかるかななんか、もう筋肉ムキムキのイメージしかない。鉄道模型えー、すごいね。絶対細かいじゃんね。原因の三分の一。 3分の1は最近のルーさの写真もあるあ、ほんとにマジで <laughs> それ、ありがとうって言ったらいいのかな嬉しいやっぱりプラモはアンズ姫の特権だね、わかるっつってそう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 三つ編みはできないこの長さは全然今、ね、伸ばしてる頑張ってみひるね伸びたえ、ほんと私伸びたくんだと思うよマジでね <laughs> 私マジで伸びたくん中身伸びたくん なんで体操着あ、そういう気分なんだ。地 <laughs> 下アイドルって大体彼氏いるような。<laughs> え、な、そう思われてるよねしゃあない。しゃあない。<laughs> ないどういたしまして、バイロ離婚。ン前、なんでどうしたの急に。そういうキャラじゃなかったじゃん。<laughs> どうしたの はじめまして。にーにョさん、はじめまして。民族ハッピー組青色担当、ルいルイことトウヤルイです。仲良くしてください。お願いします。ツイッター。ツイッターね、今ね、フォローしたので、よかったら、フォローしてくれたら嬉しいです。お願いしまーす。おす、トウヤじゃんか。おす。いらっしゃい、さけちゃん。